皆さんこんにちは。思考科学予備校の三木陽平です。これからギリシア、ローマの範囲について勉強していきたいと思います。前回まで行っていたオリエントとはまだちょっと範囲が異なりまして、まあそもそも場所が違うと。で、まず最初にギリシアやっていくんですけれども、大事なのはそもそもギリシアってどこ、まあ、そういったとこって世界史は地図学習なんでね、ギリシアの場所が分からなくて文字だけ覚えててもどうしようもないんで、今これ地中海の、地図載ってるかと思いますけども、ギリシアはここですよね。バルカン半島沿岸部、バルカン半島の沿岸部にある、さらに今からやるエーゲ文明というのはここ、エーゲ海、バルカン半島の沿岸部の内側、エーゲ海の、はい、付近の文明のことを指します。ですから前までやっていたオリエントってこの辺りのこと、ティグリス・ユーフラテス川周辺とエジプトですから、今回ギリシアというふうな範囲においてはバルカン半島のこのエーゲ海の辺りの歴史をやっていくことになります。ただ分かっておいてほしいのは、やはり、序盤の方はね、ギリシア中心に話進むんですから、ですけど中盤からね、紀元前大体6世紀頃からここお隣にアケメネス朝ペルシアありますよね。で、近くに国があるということは対立し戦争も起こる、こういったところがね、後から大事になってきますから、地図っていうのはしっかり頭に入れて、学んでいければいいかと思います。はい、それでは見ていきましょう。ではこの地図を今度ちっちゃくしまして、エーゲ海になると今度こうですね、イメージつきますかね。今、先ほどの地図で言ったここですね、バルカン半島の、沿岸部っていうものに着眼点を置いた地図に変えさせていただきました。このバルカン半島沿岸部において、エーゲ文明というものが発達します。それぞれエーゲ文明として覚えるものは3つ、ミケーネ文明、クレタ文明、トロイア文明です。入試に主に出るのはやはり、クレタ文明とミケーネ文明かなと思います。なのでね、まずここから入っていきたいかなというふうに思います。ではテキストの方の2ページ見てもらってね、こちらですね、エーゲ文明というふうな始まり、エーゲ文明はね、エーゲ海中心に栄えた、はい、ここ早速青銅器文明の総称です。これをしっかり押さえておくこと、やはり鉄の歴史っていうのは、世界史では必須となっていまして、青銅器文明と呼ばれたということは鉄器はない、いいかい、青銅器文明の総称ということなんで鉄器はない、はい、鉄は存在しなかったっていうことを押さえておくといいでしょう。で、ね、今後いろんな歴史を見ていく上で、鉄がないと争い事も少なかったし、農耕も発達あまりしなかったって考えるのが適切、ね、で、ただ後にね、逆に言うと、争い事が仮に起きたらもう鉄持ってる方が勝つ、武器は強いからね、硬さが違うので、製造機なんか2、3回ガンガンってやったらボキッて折れちゃいますから、鉄は、強靭な硬さを誇っていたのでね、当時、戦争においては圧倒的な力を発揮した。はい、では見ていきましょう。まずクレタ文明から、場所大事ですよ。クレタ文明は、はい、こちらですよね、バルカン半島のここのクレタ、クレタ島でございます。クレタ島の、クノッソスを中心に発達した文明です。ここはですね、クレタ島のクノッソスが中心地。宮殿、有名なものがあります。ラビリントスの伝承で知られておりますクノッソス宮殿ですね。こちらに、イラスト今もあるかと思います。写真ありますね、クノッソス宮殿。文字、彼らは文字を使っていた。文字は千文字 A、千文字 A ですね。この千文字 A ですけれども、ここも押さえておくこと、未解読です。
まだ読めてない、資料が少ない。ただし発掘した人は、分かってますから押さえてください。イギリスの考古学者であるエヴァンス。はい、イギリスの考古学者であるエヴァンスによって、発掘されてます。で、世界史って大事なのはこうなんだよね。文字読めてないってことは言葉使ったやつらよくわかんないので、資料に乏しいですから、もし読んでない場合は民族系統を含めて大体なります。こういうね、つながりを押さえておくとわかりやすいですよ。で、さらにはこれは暗記のテクニック、しょうもないですが、エヴァンズだから A ね、エヴァンズで A、 千文字 A はエヴァンズです、発掘者で。その特徴ですけれども、クレタ文明はクレタ島における海洋型の青銅器文明で非常に開放的で、城壁が不在だった。開放的な文明ということは要するに争い事が少ない。逆に言うと、はい、争う対象となる、人物が侵入してくると滅亡しちゃいます。ですから、はい、アカヤ人の侵入によって滅亡しちゃいました。まあ、クレタとクノソス、開放的、千文字 A でエヴァンス、この辺りを押さえておけばいいでしょう。次、ミケーネ文明です。ミケーネ文明ですが、今度、バルカン半島の左側、こうですね、こちら。ミケーネという地域がありますので、バルカン半島の、西側で発達した文明だと思っていただければいいかと思います。はい、中心地ですが、ギリシア本土にあたりますね。ギリシア本土の2つ、ミケーネと、あとね、ティリンス。ミケーネとティリンスです。地図でね、手元の、3ページの地図でしっかり確認しておくこと、ミケーネとティリンス、です。はい、で、有名な遺跡が一つありますね。ミケーネ獅子門って言います。ミケーネ獅子門ですね。はい、ミケーネ獅子門ですけれども、まあ、ね、ホメロスの書いたね、イリアスにもね、出てくるんですよね。このね、有名なね、獅子門でございます。はい、で、文字なんですけれども、千文字、B です。千文字 B で、これ解読した人決まってます。解読した人がイギリスの建築家であるベントリス。覚えてくださいね。はい、解読者はベントリスです。これまた空気読んでくれてまして、先ほどの、A を見つけたのがエヴァンスと一緒で、B を解読したのはベントリスですね。まあ、ただこれ解読なんでちょっと注意してほしいんですけどね。はい、次第の難しい問題になると発掘者の方と逆にして出してくるから気をつけてね。発掘者は違うんですよね。発掘者はかの有名な天才シュリーマンです。シュリーマンです。独学で10カ国語以上の言語を話すことができたという伝説的人物ですね。シュリーマンが、発掘しております。ですからちょっと発掘者はシュリーマンなので、ね、解読者がベントリスですから、ちょっとそのあたり気をつけてください。で、特徴はクレタ文明の、クノソスと違うのは、本土にあったということで、元々民族の侵入が多かったんでしょう。青銅器とはいつも戦闘的な青銅器文明だった。城壁などの軍事施設があった。で、滅亡原因ですが不明です。海の民の侵入説とかいろいろありますが、そこはまあ試験に出ないと思ってもらったらよろしい。はい、ミケーネ文明はやはり千文字 B で発
掘者が首里マン、この辺りをしっかり覚えておくといいかなって思いますんでね。で、最後トロヤ文明ですね。バルカン半島の東側に位置する文明なんですけれども、これまたまあちょっとね、そんなに出てこないのでね。ただ先ほども言いましたが、ホメロスの叙事詩であるイリアス、はい、で、トロヤ戦争というのが舞台になっていて、そこにトロイの木馬っていう風な伝説的な叙事詩になっていて、要するに当時戦争でね、はい、ギリシャ本土を襲う時にこの木馬の中に隠れて、で木馬が、海岸にポンってたどり着いた。でみんな気になって見に行った。そしたらそこから中の人が出てきて戦争に勝利した。こんなトロヤ戦争の話があるんだけども、すっかりね、これは嘘だと思われてたら、まさか本当に遺跡で出てきちゃったんですよ。これはさすがに復元模型なんですけども、トロヤ戦争の舞台になったということで、トロイの木馬の遺跡が残っていたっていうことでね、本当の伝説的叙事だったのが事実だったっていうことで、結構有名な場所でございます。発掘者ですけども、これまたドイツの考古学者であるシュリーマン。シュリーマンすごいですね。まあ太古への情熱っていう本まで残していてね、彼は、発掘に生涯をかけた人物としても、有名なんですよね。はい、っていうようなところです。ただまあミケーネの方はね、トロイアっていうこのキーワード、小アジアのトロイア、また地図で確認しといてね、トロイアと発掘がシュリーマンぐらいで大丈夫ですと、このようにね、もともとエーゲ文明といってミケーネ文明、クレタ文明、トロイア文明、3つのね、文明がありますから、しっかり押さえておくこと。はい、で、このエーゲ文明から始まるんですけれども、時代の流れを経て彼らは次ポリスを作り出します。では見ていきましょう。それが次の3ページからなるポリス世界の成立です。確認していってね。紀元前21世紀頃は第一次南下とされるアカイア人の南下から始まります。まあ、この南下によってクレタ文明が滅びたんですが、で次紀元前12世紀頃に第二次南下って言って、こっち緑色ね、こうやって言って、ノスこうやって言ってますけれども、ドーリア人が南下します。ちょっと押さえておくと、ドリア人の南下によりミケーネ文明の崩壊と暗黒時代が始まる。さあ来ました、次です。紀元前12世紀頃から紀元前8世紀頃を暗黒時代という、暗黒時代、世界が核の炎に包まれた。まあそんなね、中二病チックな妄想をついついしてしまうんですけれども、そんなんではなくて、暗黒とはどういうことか、資料がないだけです。資料がないので、紀元前12世紀頃から紀元前の8世紀頃に何が起こったかわからない。ね。文字もないですから、資料もないので、何が起きたかわからないだけです、暗黒というのはね。まあ、ただ、ついついこうね、心そそるようなフレーズなんでね。はい、暗黒時代って言います。だいたい400年間の暗黒時代なんですけれども、それを経た後に何が起きたかを覚えておくのが大事。暗黒時代が終わった後に青銅器時代からここ鉄器時代に移行した。はい、世の中が青銅器から鉄に移行していたという事実を押さえておくことが大事になります。そしてもう一つ、社会は階級制が進みポリスが形成された。来ましたよ、ポリスです。このポリスというフレーズが後からも大事になりますからね。でさらには方言群も形成されていった。アイリオス人、半島の北部の方ですね。そして、大事なのがここです。イオニア人、半島の東部から小アジア西岸の中部でございます。この赤色のところね、イオニア人、半島の、東部の方から、こちらですね、アレッショアジアの西岸の中部の方になります。はい、ドーリア人とイオニア人だけ空欄補充にしたのは実は理由があって、それぞれが作ったポリスをよく押さえておいてほしいからなんです。
イオニア人が作ったポリスが、これがね、まあ、今地名にしとくか、こうです、アテネなんですよね。で、ドリア人が作ったポリスがスパルタ。はい、それぞれがギリシャに諸都市となるアテネ、スパルタというポリスを作っている。で、必ずアテネとスパルタ、ちょっと一回大きくするけどね、はい、ここちょっと大きく写しましたが、アテネとスパルタ、場所は押さえといてくださいね。お願いしますね。エーゲ海の沿岸部のアテネとラコニアっていう場所、スパルタでございます。アテネとスパルタの場所はよく押さえといてください。お願いします。はい、で、暗黒時代の続き、暗黒時代の末期にはフェニキア文字が流入し、そこから、はい、オリエントの時にもありましたね、フェニキア文字は後にアルファベットになったよって、はい、26語の記号から成り立つ言語が出来上がった。さらには、ここからアルファベットをもとにギリシア文字が作られた。ギリシア文字が形成された。はい、フェニキア文字からアルファベットへ、アルファベットをもとにギリシア文字、このあたり押さえておくと世界史結構キーになるのでね、それが今のまさに英語になってるわけですから、分かっておくといいかと思います。ちなみに、かつてね、僕ね、よく言うんですよね、何々人ってどういう意味って、その言語を喋るからだよって、ギリシャ人だったらギリシャ語だよって言ったと思います。じゃあ、アカイア人、ドリア人、アイリオス人、ヨニア人って何って言われたら、方言なの。方言。同じギリシャ語ベースなんだけど、関西人、関東人みたいな感じ、日本で言ったら。方言で分かれていたっていうのは、まあね、ちょっとトリビアですけども、押さえておくといいんじゃないでしょうか。それでは、ここから見ていきましょう。ポリスの形成です。はい。まず、社会は階級が分化しています。ちょっと頭の中に社会階級を置きましょうか。はい、権力もあり財産も持っている貴族、これ後から大事になりますし残しておきますね。土地もあらば武器もある貴族です。貴族が大きく存在していて、その下に市民、市民はただ幅広です。あんまり土地持ってないんですけれども武器は持ってます。まあ、これちょっと考え方としてね、こうあるといい。で、武器をたくさん持ってるか、いいもの持ってるか、それがどん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 、あんまり質も良くなくて、だんだん武器も少なくなっていく。武器を全く持ってない。これ、無産市民って言います。これ、後からね。まあ、この具体的な分かれ方はソロの時に出てくるんですけど、押さえ方として分かっているといいです。無産市民って言います。はい、武器を持ってない市民を。そして、どこにも属さないし、武器も土地もないし、なんなら戦争に負けて連れてこられたやつ、奴隷って言います。奴隷ですね。社会階級の分化をよく押さえておくと、ギリシャはやりやすいですよ。ピッ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 。とりあえず単純に、貴族、市民、無産市民、奴隷。まあ、貴族、市民、奴隷でもいいんですけれども、考え方としてこのような社会階級が分かれているイメージを持つといいでしょう。で、そんな彼らの社会階級の分化っていうものは、ポリスの成立と同時に進んでいく。まず、それぞれ住む場所を作ります。ポリスとはどういうことか、非常に単純に言うと、ポリスって都市なんだよ。都市、諸都市、諸都市のことを表す。だからイメージしにくかったら、とりあえずね、金沢市とかだと思ってもらったらいいんだわ。で、どうやってこう町っていうのができたのっていう、そんな簡単な考え方でいいから、金沢市どうやってできたのって、そんなイメージでいいです。じゃあ、都市作るときってどうやるの。まずね、お金持ってて土地持ってるやつが集まってね、とりあえず地域作り上げていくんですよね。その集まっていく集住、集まって住むことをシノイキスモスって言います。ギリシャでは紀元前8世紀頃から、この辺りですね、紀元前8世紀頃からシノイキスモスが進んでいった。で、
ポリスの特徴も軽く話しておきましょう。彼らそれぞれね、あの多神教でね、いろんな神様を信仰していました。ちょっとこの辺に簡単に書きますけれども、みんながポリスに集まってポリスって作り上げます。シノイキスモスして作っていく。シノイキスモスしてみんな集まってきますね。こうやってわーっつって、ここに住もう、ここに住もうっつって、人が集まってきます。で、集まったらいろいろやることあります。まず、みんなが集まって、ね、神様がいたら、ちょっと神様に対してこう、ね、お祈りしたりとかね、神様のお話聞いたりする場所必要です。はい、そういうのはね、大体ね、こうやってね、山、眺めれるとこね、神様大体崇めますから、こうやって山に作ります。この、ね、こういった、ポリスの中心部にある丘のことをね、アクロポリスって言います。アクロポリスで、その、城のね、麓とかに大体広場作るんですよ。広場作って、はい、みんなで話し合いするんですよ。それをね、アゴラっていう。アゴラっていう風な言い方をします。みんながシノイキスモスしてポリスを形成し、ね、そこにはね、最も神殿なんかを置く丘、アクロポリスが作られ、そしてその下に広場であるアゴラが置かれたっていう風になっております。で、こうやってみんな街並み作っていくんだわ。そういう感覚でいい。それでみんな都市作って、そこで生活していきます。これが、ギリシャの、ポリスの出来方で、イメージからするとね、ギリシャってこんな感じよ。ギリシャ全体であんまり一つの国って思わない方がいい。ギリシアという地域にさまざまなポリスが出来上がってる感じ。さまざまなポリス、さまざまなポリスが出来上がっていく。で、中でも大きかったポリスの代表格2つがスパルタとアテネね。こんなイメージあるといいよ。その中でも大きかったのがアテネとスパルタで、地域全体をギリシャ人がいたからっていうイメージでいい。ですから、みんなギリシャ人だよっていうイメージもありながら、それぞれいろんなとこ、僕はアテネに住むよ、スパルタに住むよっつって、それぞれ独自の文化なんかも築き上げたっていうイメージでいいです。ですから、同胞意識が強い連中です。俺たちみんな一緒、同胞意識っていうんですけどね。それがね、結構ね、出題されることがあるんで気をつけてくださいね。はい、自分たちを、はい、神ヘレンの子孫ということでヘレネスって呼びます。ギリシャ人の同胞意識はすごい。自分たちはヘレンの子孫、神ヘレンの子孫であるヘレネス。異民族は聞き苦しい言葉を話すやつらという意味で、バルバロイ、バルバロイって言います。そのことから野蛮人のことを英語では今でもババリアンって言います。野蛮人のことをね、野蛮なやつらのことを英語ではね、ババリアンって言い方をします。このように言語にも残っているのはなかなか面白いよね。はい、自分たちをヘレネス、異民族をバルバロイと言った。じゃあ彼らの習慣です。ギリシアは青年男子のみ4年に一度のオリンピア、はい、これは今も有名なオリンピック、オリンポス十二神です。さらには神々を祀っていた主の神はゼウス、美と愛の神アフロディテ、知恵の神アテナなど、オリンポス十二神です。まあ、とりあえずゼウスぐらいでいいです。12個全部覚えるぐらいだったら他のことを覚えましょう。はい、では次ですね。そんなギリシアですが、今言ったように大植民時代を迎える。要するにみんながみんな一つの都市にいたらいっぱいになっちゃう。簡単ですよ。みんな金沢市にいたら生活するのしんどいでしょ。だからちょっと近くのとこ行くんですよ。で、市作んの。野々市市とか白山市とかね。こんな感じでいいです。はい、それぞれ様々な大植民時代にポリス作られます。いろんなとこあるんですけれども、とりあえず押さえてほしいとこ一つありますね。ミレトス、
ミレトスですね。ミレトスはこちら側よ。小アジアの西部でもいいし、バルカン半島全体の東部でもいいですし、要するにこちら、はい、今でいうトルコの沿岸部です。自然哲学の発祥地であり、さらには後に出てくるペルシャ戦争の原因にもなる場所ですから、ちょっとしっかり押さえておきましょう。さあ、この辺りまでかな。また地図の方でちょっと今大きく写しておきますのでね、大きく写しておきます。資料集の方、手元も見てもらってもいいですし、代表的なポリスしっかり押さえておくこと、特に最初は3つ、スパルタ、アテネ、ミレトス、この3つはしっかり押さえておくといいですよ。はい、では次の時間から今度ね、この、それぞれの特にね、ポリスにおける特にアテネの歴史についてしっかり学んでいければいいかと思います。